それではここでニュータニクスチーフアーキテクトビニーを紹介しよう。よろしくお願いします。今日は皆さんにニュータニクスとパブリッククラウドの連携をお見せします。ニュータニクスは様々なハイパーバイザーに対応しており、またあらゆる構成を組むことができます。ニュータニクスは皆様がお使いのどんなワークロードも実現できるのです。例を考えてみます。業務システムを至急拡張してほしいというユーザーからの要望がありました。データセンターにスペースがなく、すぐには拡張できないという状況です。この時もしパブリッククラウドの領域にシステムを拡張できるとしたらどうなるでしょう。災害対策やバックアップ先にパブリッククラウドを利用できるね。そうなんです。さらにワークロードの規模でも自由に行ったり来たりできるとしたら、それはすごい。実際に見てみましょう。これが管理画面です。ここではどんな仮想マシンを選んでいただいても結構です。移行ボタンをクリックします。今は ESXi で仮想マシンが稼働しています。これをアクロポリスハイパーバイザーやハイパー V の環境に移行できます。しかも新しい機能ではマイクロソフトの Azure や Amazon の AWS などのパブリッククラウドにも移行できるようになりました。それでは今回は AWS への移行をしてみましょう。完了ボタンをクリックします。今仮想マシンのスナップショットを撮っています。ニュータニクスの最適化の技術でデータを変換します。クラウド上でもコントローラーを持っており、効率よく動くようになっています。そして Amazon EBS のボリュームとアタッチする EC2 を作成し、最後に仮想マシンを移行します。ニュータニクスの価値観が認められ、EBS のような Amazon のサービスも使えるようになったんだね。そうですね。このようにニュータニクスのクラスターはクラウド上でも動き、仮想マシンの移行も自由に行えるんです。まさにハイブリッドクラウドだね。